コンパイラは、アサミヤキアによる日本の漫画、月刊アフタヌーンに連載されていた。続編に、アセンブラレー X と読み切りのコンパイラファイナルがあるほか、ヤングキングアワーズにて、元祖コンパイラが2021年11月号から連載中。様々な漫画、アニメ、特撮のパロディを多用したコメディ SF。キャラクターや技の名前など、全編を通じて、電気。 通信関連の用語が用いられている。巻末には50音順で用語解説が掲載され、元ネタについて触れられている。サイレントメビウスなどのアサミやキアの他の作品とのリンクが見られる。メビウスクラインではコンパイラのキャラクターが登場するほかアセンブラレースにもメビウスクラインにまつわる話がある。また、カラプリや姫神ガジェットも同一世界という設定で、 コンパイラのキャラクターが登場する。西暦1997年、ネリー・マクニスム・イガラシ・ナチと、イガラシ・シクラ兄弟の前に、二人の女性が全裸で降って、くる。それぞれ、コンパイラとアセンブラと名乗る彼女たちは異世界、電次元から来た、ルーチンという存在で、その使命は電次元のルールに則っ,って、ゲームを行い、互いに競って勝者が地球を征服するということだった。 人間を凌駕する能力を秘めた二人は、イガラシ兄弟をゲームの観客兼ゲーム完遂後のパートナーとして選ぶが、ルールにはパートナーに危害が及んではならないことが含まれていたため、宿を巻き込んで傷つけてしまった二人はルールを犯したことになってしまう。コンパイラはゲームと無関係に地球征服を遂行して、ルール違反をチャラにしようとも論むが、 ルーチンは水に弱いという致命的な弱点を抱えた存在でもあったため、雨が降ってきたことで地球征服は失敗に終わる。以降、コンパイラとアセンブラは特に目的もなく、イガラシ家に居候し、襲ってくる電磁源の資格をあしらいながら適当に暮らすドタバタの日々を送ることになる。コンパイラの続編。アセンブラの人間化とアイドルデビューを軸に物語が描かれる。 ありがとうございます。